フィールドキャスターをご覧の皆さん、こんにちは、本田沙羅です。前回超10代出させていただいたことがあったんですけど、それでまた呼んでいただけてすごく嬉しいのと、あと、こういうモデルのお仕事も初めてだったのですごく緊張したんですけど、すごいもうステージが光っていて、すごい本当にいい経験ができて幸せです。それこそさっきメイクしてる時にみんなとその時の写真を見て、なんかめっちゃちっちゃくてすごい、はい、成長したなって思いました。なんかスキンケアとかそういうのが私はすごく好きなので、それをより心がけたりとか、あと春休みに学校が入って、やっぱお家にいる時間もすごく多くなったんですけど、ワンちゃんを7匹飼ってるので、いっぱい散歩に行って出かけたり運動することがすごく好きなので、そういうことは心がけました。このお仕事で姉のみゆがすごく交友関係のある方がすごくたくさん出演されているので、そういう姉のおかげでいろんな方が声をかけてくださったりとかして、すごく安心感があって、さっきも事前ランウェイの前に写真をお姉ちゃんたちに送って、頑張ってねって言ってもらいました。私の写真、メイクと衣装を着終わった後の写真を送って、初めてのランウェイ行ってくるねと送りました。姉のみゆにはめっちゃ可愛い妹でよかったって言われました。姉のマリンはいっぱい可愛いって言ってくれて、頑張ってねって言ってもらいました。なんか最近高校生になって一人で出かけることとかも増えたので、なんか一人で旅行に行ってみたりしたいです。やっぱり韓国とか、あとは小学生から中学生になるにつれての時に、アメリカのロサンゼルスにスケートのために行ってたので、コロナになってあんまり行く機会もなくて結構寂しいので、また行きたいなと思ってます。アナハイムっていうとこなんですけど、そこにスケートリンクがあったりとか、あとはカリフォルニアディズニーとかも近いので、そういうところに行ってみたいです。高校2年生になっていっぱい学校の模試とかがすごく増えてきて、勉強がすごく大変だったりとか、あとは勉強面ではいろんな資格を取ってみたいなって思ってて、今教科書とかを集めて形から入ってます。お仕事に関しては一人でのバラエティの番組だとかイベントとかが増えてきたので、そういうところでもっと姉のみゆのようにもっと一人でもいろんな強くいろんな面白いことを言えるように頑張りたいです。今自分の面白さを点数で出す。やっぱりなんか兄弟が多いので一人でいるってことがあんまりないんです。ないので、みんなでいたらサラはなんかいつもめっちゃ面白いって言ってもらえるんですけど、一人だとやっぱちょっと恥ずかしかったりとかして、あんまりはっちゃけられないので、今はまだ全然40点くらいかなと思います。でももっと恥ずかしいとかをなくして、いろんなことに挑戦したいなと思います。